こんにちは、柴田です。今回はインドネシア製のギターを2本レビューいたします。皆さんご存知のブランドかと思います。ヤマハのパシフィカ、そして G&L のレガシー、こちらですね。2本ともインドネシア製なんですよ。ヤマハといえばジャパン。そしてもうレオフェンダーのね、血が流れているこちらの G&L。意外かもしれないんですけれども、インドネシア製なんです。以前インドネシア製というとスクワイアの安いシリーズがね作られてて、若干ねこうんーっていうような仕様もあったんですけれども、近年のインドネシアもノーノーレベル高いっす。まあ、近年といってもね、これね2010年なんですよ。2010年でもしっかりしてます。ヤマハのパシフィカといえばね、まあ誰もが知る超有名ギターかと思うんですけれども、どちらも作りはしっかりしているし、音もしっかりしている。ここがちょっとなーっていうのをね、探すところが逆に難しいんですけれども、まあその辺もね、忖度なくね、発言していきたいなと思います。まずはね、仕様からいきましょうか。こちらの G&L レガシーなんですけれども、まあオーソドックスですね。アルダーのボディにネックはメイプルと。で、針のメイプルになっていて、3シングル。特徴としては、この独特のブリッジとペグもね、オリジナルの規格になっております。なので、フェンダーとの互換性はないと。その辺がね、またあればカスタムもしやすいんですけど、結果自分の場合はですね、規格が合わないので、そのままにしております。まあ、そのままでもね、全然いいっすよ。で、自分の場合は、この3シングルの一つ。このね、リアのところをダンカンの JB のミニハムに交換しました。これは特に理由がなくて、個人的に好きなんで、ただやったというだけです。で、コントロール系で最大の特徴はですね、ハイパスの仕様になってるんですよ。なので、こう、ボリュームを絞っても、音がこもらないと。音をこもらせるには、トーンを絞るしかない。この辺もね、独特でね、好きな人と嫌いな人と分かれるところではあるんですけれども、僕の場合はまあ1本ぐらいね、こういう仕様があってもいいかなと思ってそのままにしております。音はね、後ほど聞いていただきます。ではね、パシフィカ行きましょう。これはパシフィカの中でも、今千葉館で6万円ぐらいで売ってたんでね、612なのかな ?612 になっております。アルダーのボディに針のね、キルトメイプル。そしてネックはメイプルで、指板はローズウッド。これすごいっすよ。めちゃめちゃ綺麗です。ほんとね、火の打ち所がないというか、ダンカン3発リアにカスタム5、そして SSL1 かなが2つ乗っかってます。でタップがついていて、ウィルキンソンのブリッジで、ペグがグローバーのロック式なんですよ。これやばくないっすか。中古で6万円でしょ。もうパーツだけでね、4万ぐらいいくんじゃないかっていう感じですよね。で、ネックもね、サテンじゃなくてしっかりした塗装があって、色までついてるんですよね。どうやってね、ここまでね、安くできるかっていうと、やっぱりインドネシアの強さ。日本製だったらね、一気にこうガクンと上がりますからね。後ほど鳴らしながらですね、さらに詳しくお話ししていきたいと思います。まずはですね、この G&L を鳴らして、クリーン、そしてパシフィカのクリーン、でそのままパシフィカの歪みをやって、で最後にね、こちら G&L の歪みいきましょうか。ネックはね、フェンダーのものよりもごついというか、ちょっとで幅広な感じで、サテンのフィニッシュになっております。ではリアからいきます。まあ程よいですよね。ギラギラ系です。フロント、いいっすよね。でリアとセンターのミックス、ハムとのミックスだけど、いいっすよね。でセンターとフロントのミックス、
が非常に気に入っている1本なんですけれども、個体によって結構差があるので、購入の際はぜひ一度は触ってもらいたいなとは思うんですけど、物によってねめちゃめちゃこうバリがあるんですよ。 G&L のインドネシア製ってこれはね当たりだったんですけど、年代なのかな、結構ね差があると思うので、そこはね要注意というところでございます。ではパシフィカ、まあねパシフィカもねいいに決まってるんでね、いい勝負じゃないですかね。お安めのパシフィカはねレビューしたことあるんですけれども、61には初です。しっかりしたハモリ、でもやっぱりねこもりすぎず、ウィルキンソンのブリッジいいんじゃないですか、まあ、結構テンションは緩く感じるかな。ミックスじゃなくてセンターいきましょう。おG&Lに負けないきらびやかさ、これフロント、おお。あ、爽やかなフロント、爽やかめっすよね。ではねハムをタップ、いいですねタップのミックス、じゃあハムでフロントとセンター、フロント、うん、G&L の方がギャンギャン弾ける感じで、こっちの方が若干落ち着いてるというか、やっぱ SSL1 だったりとかするんで、ヴィンテージテイスト入れてますね。ブリッジもね6点止めなんですよね。こういうところからもちょっとねモダンすぎなさ、ヴィンテージライクさも入れている、取り入れているというようなところで、バランスめっちゃいいんじゃないですかね。弾きやすいしネックはしっかりしてます。 G&L の方がゴツッとしてるんでワイルドな感じなんですけれども、パシフィカはね優しい日本の香りがしますよ。では歪みを、癖がなくバランスが取れている、どんなジャンルにでも対応できるから、まあ本当オーソドックスですね。なので1本目にこれ持っとくっていうのは非常にいいし、むしろね2本目にこれを持っとくっていうのもありかもしれないですね。では続いて G&L です。こっちの方がね癖はね強いっすよ。シングルハムにすることによってジャンルの幅がねめっちゃ広がりましたというような感じになりました。まあどちらもね個性があって魅力的な一本だと思います。
国産がもてはやされている時代ではありますけれども、ぜひぜひインドネシアにも注目していただきたいなというところでございました。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。